刻は2時22分です。生放送でお届けしている広島スマイルパフェ木曜日バージョン、広島発世界ぶらり旅のコーナーです。今日は3週目の木曜日ということで、辺境の旅プロデューサーの清水正弘さんご登場となります。よろしくお願いします。こんにちは、お願いいたします。暑い夏そうですね、もう夏真っ盛りなんですが、この辺境の旅ではですね、今回は、涼しいところにお出かけしようかと思いますので。なるほど、はい、清水さんの過去訪れたことがあるという涼しい場所は、実はこんなところにも行っていらっしゃいます、ご紹介しましょう。圧倒的な無の世界。私は子どもの頃、宇宙空間から眺めた地球の映像がとても好きだった。宇宙空間から眺めた地球は暗黒の闇に浮かぶ命の海のようであった。そんな美しい地球の命の鼓動を私たち人間は不意に感じさせられることがある。それは火山の噴火や地震であったりする。平穏な日常生活の中ではなかなか地球の命の鼓動は実感できないが、確実に私たちの星地球は生きている。数年前、幸運にも地球のてっぺん、北極点に我が足跡を残す旅に出ることができた。興奮に包まれながら乗り込んだ飛行機。窓の下の北極海の上には、無数の巨大な表現体が延々と連続していた。その表現体同士がぶつかり合い、接触面には白い牙のような氷の塔が一列に並んでいた。ブリザードでも吹いているのか、わずかに見える海の表面は白く霞んでいた。これから進む北の空は鉛を溶かしたような不気味な色をしていた。思わず私はパイロットに、進路は南と叫びたくなっていた。やがて限りなく計測器が北緯90度に近づいてくると、機体は何度も旋回を繰り返しながら高度を下げて行き、急にガガガ、ゴワゴワ、ガガガという音響が絶対的な静寂世界にこだました。地球最北地点に到達の瞬間である。ドアを開け、まるで人類最初に月面に降り立った宇宙飛行士のように、私はスローモーションで最初の一歩を下ろした。音は全くない、色は白のみの世界が私を待っていた。自分が立てるカリカリという氷の上での足音だけが鼓膜を震わせていた。圧倒的な無の世界は己の体に実感が持てず、人間としての存在が薄く危うくなってしまう。およそ1時間の滞在後、小型飛行機のプロペラが再び回り始めた。発進直前にコックピットからパイロットが振り返った。到達地点から4キロ移動しているぜ。飛行機の計算機、計測機による換算では、私たちは1時間の滞在中、成人が歩くスピードで移動していたのだった。北極点は海に浮かぶ巨大な氷の塊の集まりである。地球のてっぺんでは、巨大なこの氷塊の集まりが音もなく緩やかに動いている。日々の生活の中で精神的に疲れると、私はこの1時間のことを思い出す。静かな地球の鼓動を実体験した1時間は私にとって心の清涼剤になっている。ということで、清水さんはなんと北極点に行ったことがある。そうですね、まあ、ただあのすごい、犬ぞりでね、上村直美さんのようにですね行ったわけではなく飛行機でポッとで端折って行ったぐらいなもんですから、そんなに自慢できるようなことではないんですが、まあ、とはいえやっぱり北極点っていう地球のてっぺんに、まあ、これまでおそらく人類が何人ぐらい到達っていうか足を踏み足、足跡を残してるのかと思えばですね、そんなに何千人もいないはずだというふうに思いますから、まあ、貴重な体験をさせていただいたなというふうに思うんですね。まあ、今この暑い夏の盛りではありますけれども、北極点もちろんものすごく寒いんですよね。そうですね、私が行った時にはちょうどその何ですかね、パイロットが気温計っていうんですかね、乾燥計持ってましたんで、それで測ったら外気温はマイナスの28度だったですね。
マイナス28度ぐらいっていうのはちょうど冬場の北海道の旭川ぐらいですね。そうですよね、そんなにびっくりするほどの気温じゃなかったなというふうに。ただですね、やはりあの玄関機、まあ、一番厳しい寒い時にはやはり飛行機でも行けないわけですね。ですから非常に北極点の中でも一番条件のいい時、まあ、気温が一番暖かい、マイナス28度でも暖かいわけです。で、読んでいただいた中にもありましたけど、ブリザードっていうですね、まあ、言ってみたら氷の上をその吹き荒れる嵐みたいなですね、そういうふうなものが少ない時期、その時期を狙わないと、まあ、飛行機なんかでは並びに犬ぞりでも行けないわけですね。天候も変わりやすいんだと思うんですが、この北緯90度の世界というのは、これを読んでいてもなかなか想像がつかないんですね。その1時間にいる間に、まあ、大人の人の歩くスピードでも移動できてるっていうぐらい、日々のここの日本での生活を考えていると一体どんな世界が広がっているんだろうと思うんですが、一つですね、そういうふうな、まあ、絶対的に今非日常のその世界と今の日常とですね、この北極圏に関してはですね結んでくれるのは一つの映画だと僕は思ってるんですよ。一つの映画それはですねタイタニック号なんですね。でタイタニック号っていうのは、非常に数年前ぐらいに、デカプリオちゃんが出てですね、非常に有名になりましたけど、タイタニック号がなぜ沈んだのかっていうのはですね、北極海を流れている大きな大きな氷の塊にですね、タイタニック号がぶち当たったわけです、でそれで船の側面に穴が開いて沈んでいったわけです、でそのタイタニック号が当たった氷の大きさっていうのはどれぐらいかというと、だいたいまああれでしょうね、神谷町あたりの一つの大きな、総合ぐらいのようですね、一つの大きさがですよ、それぐらいのような大きさなんですね。でそれぐらいの大きい氷の塊は実は、今読んでいただいた北極点の近くにある氷の大きな塊の破片だというふうに考えていただければということですね。破片ですねほんのもののちょっとした破片なんですね。それが、例えば、福屋とか、そごうとかですね、それぐらいの、まあ、ビルの大きさになるわけですね。でそうすると私がその北極点に滞在した1時間というのは、本当に、地面の上にいるような感じでした。そうですね、まずは飛行機が着陸できるっていうのは、ある程度北極の中でも平らな氷の上を狙って旋回をしていたわけなんですね、で旋回を繰り返しながらゆっくりと、螺旋状に降りていって、で最終的にこの辺りが平らだろうというようなところに降りたわけですね、ただ今読んでいただいたように北極点のあたりってのは海の上に浮かんでる氷ですから、ですから、まあ氷と氷がぶつかってですね、いわゆる氷の塔ですね、氷塔みたいなものが、並んでいたりすると場所もあるぐらいなんですね。ですからそういうふうな大きな大きな氷の塊がゆっくりとですね、それも音もなく、でその上に乗っかっている私たち人間はですね、地面の上にいるとしか思えないような、それだけの安定感があるわけですね。でもそこは海の上なんです。海の上ですよね。でゆっくりと動いてるんです、で今私たちがこうやって話してる間もですね、地球のてっぺんでは同じような氷の大きな塊が動いてるんですね。それがまあ、いつ地球だっていうかですね、サッツアースっていうかですね、そういうふうな感じのことを、ですから、まあ、タイタニックの映画からちょっとその想像をたくましくしていただいて、でそれであれが破片だと、そうするとどれだけ大きな氷の塊が地球のてっぺんで音もなく、マイナス28度以下ぐらいのですね状況下で動いているのかっていうのを想像したら、ちょっととこの暑さが少しは和らぐんじゃないのかなと思ったりしますけどね。